ちは、ジャパンフルーツチャンネルのあかりです。1年が経つのは本当にあっという間で、もうすぐ年末、そしてお正月になりそうな時期となりました。ということで今日はお正月に必要な、じゃじゃーん、栗きんとんを作っていきたいと思います。必要な材料はお芋、さつまいもと栗と、あとみりんだけで作れるすっごい簡単なものとなっております。実際に調理する時間でいうと、その煮るとか炒めるとか、そういった時間を除くと、こうトン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 と調理している時間は5分もかからないぐらい、すっごく簡単に作ることができるレシピになっております。さつまいもの栄養素もしっかり取り入れることができるように作りたいと思いますので、皆さんぜひ最後まで楽しんでご覧ください。それでは栗きんとんを作っていきます。レッツゴー。それでは1カップ分ほどのお水を入れて、炊飯器で炊いていきます。この方法が一番甘くしっとりと仕上がります。さつまいもの主な成分はでんぷんです。でんぷんは65度以上で加熱することによって糖質に変化するため、さつまいもは加熱する方法によって甘みが大きく変化するという特徴があります。澱粉を糖に変化させる物質であるアミラーゼは80度を超えると働きが弱くなってしまうので、温度を上げすぎると甘みがそこまで上がらない状態でこう蒸し上がってしまいます。そのためさつまいもを65から80度の間で加熱することによって最も甘みが引き出された状態になります。それに最適なのが炊飯器です。なので今回は炊飯器でお芋を蒸していきます。はい、炊飯器で蒸し上がりました。バッチリですね。では皮を剥いていきます。熱いので気をつけてください。ただね、やっぱり熱いうちに剥くとすごく剥きやすいので、できてから、10分後ぐらいで剥くのがおすすめですかね。この皮の近くの部分にすごく栄養素がしっかりあるので、できればこう包丁でね、身をたくさん剥いてしまうよりかは、このように手で薄く薄く皮を剥いていただいた方が栄養成分が多く残ります。この繊維質の、この先っちょにある繊維質の部分はちょっと下に残るので、取り除いた方が滑らかな口当たりになります。熱い暑いので皆さん軍手とかつけて剥いた方がやりやすいかもしれないです。では続いて潰していきます。マッシャーを使ったらもちろんいいんですけど、ね、なかなか使う機会がないので、今回はこのようにフォークで潰していきます。潰しておくのがポイントです。それでは続いて調味料を入れます。すごくシンプルです。みりんは今回さつまいもが 400g だったので、みりんは大さじ4加えます。続いて行きたいところなんですけど、今回栗の甘露煮を使います。なのでこちらが 100g が栗で 80g お砂糖になっているので、まあその約 100g ほどお砂糖入れたらよかったので、シロップを代わりに使います。このままいきます。味を引き締めるためにお塩を一つまみほど入れます。本当はこう
栗を加熱するときに口なしの実を入れてあげるとすごく綺麗な黄色になります。今回ちょっと入手が間に合わなかったのでなしで作ったんですけど、まあ、こんな感じですごい体に良さそうな栗きんとんができました。それではいただきます。甘くて美味しい。今回一般的に作られる栗きんとんの半分ぐらいの量のお砂糖で仕上げています。ただ、さつまいも自体がすごく甘くなるように蒸し上げていたので、あまりこう甘味料を加えなくてもしっかりと甘さが出ていますし、さつまいもの独特な美味しさもしっかりと味わえるようになっています。とっても簡単に作れてしまうので、ぜひ皆さんこの作り方試してみてください。さつまいもと栗の甘露煮から作られる栗きんとんの栄養成分には、食物繊維をはじめカリウム、マンガン、ビタミン B1、B2、B6、CE などが含まれています。体の疲れを取ったり、また便秘を解消したりなど、体にとってもいい成分が多く含まれております。簡単に作れるので、ぜひ皆さんも試してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の中でご紹介したんですけど、さつまいもを一番甘くする方法や、またさつまいもを使った美味しい別のレシピなど、フルーツを美味しく食べるのにお役に立てるような情報を日々配信しております。今回の動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録して次の動画も見逃さないでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。